んにちは。こんにちは。細川達也とユミリーズの八百万の神開運歴。この相性っていうのは何なのかっていうと、実はね、はい、相性って一つだけじゃないんです。はい、一つだけです。はい、複数あるんですね。例えば、はい、好む時間の相性ってある。好む時間、そう、どこに行くかよりも誰といるか、はい、誰といるか、そう、これがね、人と人の相性なんです。はい、好む時間、うん、そしてね、2人の相性はいい。例えば、はい、私とユミリーの相性良かった、はい、ところが次これがありますね。好む環境、好む環境、そう、2人は相性が良い、はい、でもどっかにね、遊びに行こうよって言った時に、はい、遊びに行く場所が違う、うん、例えばね、私は神社仏閣に行きたい、ユミリーは繁華街でショッピングしたい、はい、ね、すると私がね、はい、神社仏閣に行きたいって言ったら、ユミリーなんて言うか、何しに行くの、はい、そんなとこ行って何があるの、うん、って言ったとするでしょ、はい、でこれ価値観が違うじゃないですか、うんうん、でするとソリが悪くなる、はい、ここんとの相性はいいのに、うん、ここでソリが悪くなる、うん、じゃあここが違うってことを分かったら、はい、お互い譲り合えばいいでしょ、うんうん、今回は神社に行こう、うん、で今回はじゃあショッピングに行こうみたいな。じゃあそのもともと、あ、この2人の相性とこの好む環境の相性っていうのは違うんですか。違うんですよ、ここ。ね、そして次こちら、はい、才能の相性です。才能、そう、これ何かというと、うん、例えばね、理系と文系ってソリが合わないじゃないですか、はい、ね、例えばユミリンとね、私でね、はい、ソリが合う、はい、ね、友達関係、はい、ところが、うん、一緒に仕事やろうとしたら、はい、ちょっとみたいな、うんうん、ね、だから例えばね、今ほらこれ YouTube って一緒にこれ、まあ、仕事のようなもんじゃないですか、はい、ね、で相性良かった、じゃあ YouTube をね一緒にやろうと言った瞬間、うんうん、ね、ソリが合わなくなる、はい、でこっちは真面目にやろう、でこっちはどっちかっていうと楽しくやりたい、はい、ね、そしたらそこでそういう違いありますよね、あるでしょ、うん、だからそこでほらおかしくなっていくでしょ、はい、でこれがよく終わるコンビで起きることなんです、うん、ダウンタウンとかもいろいろあるじゃないですか、うん、コンビで起きるのがそういったこと。でもそれぞれの役割が分かったら、例えば、まっちゃんなんかはね、もう緻密に計算して計画を立ててやる、はい、で浜ちゃんはもう出たとこ勝負でバンとやる、はい、でその2人のシナジーが重なってダウンタウンが生まれているのに、はい、お互い緻密に感じる、うん、考える人だったらどうなる、合わないです、合わないでしょ、うん、こっちは準備してやってるのにね、うん、あいつはねもう適当にその辺でわーわーやっててみたいな、うんうん、っていうふうに攻めていくと関係はおかしくなる、うん、というようなことが、才能はまあちょっと仕事っていう感じですか。そうです、まあ、このようにね、うん、相性っていうのは多面的に見ていかないとわからない、はい、だから本当は合う、いいのにここでちょっとっていうようなことが起きるわけです、はい、もっと言うと、国数関係ということは、うん、自分に足りないものを持ってるんですと、はい、いうことは足りないところを補ってくれる人なので、うん、そう思って付き合っていく。あ、合わないとか国数とかじゃなくて、そう、まあ、さっきのダウンタウンで言うとね、はい、計画をまっちゃんがしてくれるから浜ちゃんは具体で好きにできるわけでしょ、ことですよね、うん、そこを認め合うっていう、うん、すると、お互い感謝、お互い足りないところを補っていいものができるんです、うん、だから相性にいいとか悪いとか実はないんです、はい、あ、そう言われると、そう、足りないところを補うか、うんうん、補ってくれるかどうかっていうふうに考えていくとうまくいく、うん、感謝をするか懇切しようと思うかってすごく違います、ね、そう、そしてもう一つ、これが一番大切です、うん、これが時の相性、はい、時の相性、そう、例えばね、はい、外に行って成果を上げたい、営業で、ね、結果を上げたいっていう人って、はい、結果が上がれるような時ってすごく相性いいじゃないですか。はい、でもその人が今試験をする、うん、不動産とかね、受験勉強とかで試験をしなきゃいけない、はいはい、その時にこっちのね華やかな時を迎えると、うん、もう気が散って勉強集中できないんですよ、うんうん、でだから同じ人なのに表現する時と、ね、学ぶ時ではその時の相性が違う、その時っていうのがあるんですね、その人には表現した方がいい、そう、例えばね春夏秋冬で言ったらね、はい、夏ってほら華やかで、ね、うん、暑くてでそういう時でしょ、うん、冬ってちょっと寒くて、はい、じっとしとくっていう、うん、そういう感じじゃないですか、はい、ね、つまり、ね、夏っていうのは表現の時なんです、はい、で冬っていうのは蓄積の時なんです、はい、だから冬の時は蓄積だから勉強する時には最適、うん、はい、ところが冬の人が夏の時を迎えたら気が散ってならないんです、うん、あ、そういうことですね、そう、そのような相性っていうね、うん、この時の相性、それが分かるってこと、分かる、うん、いくら相性が良くて好む関係良くて才能があったとしても、うん、時が悪ければダメですね、だから全ては時が支配してる、はい、だからどんなに才能があって、うん、でどんなにいい人と出会って、はい、どんなにいい環境に巡り合ったとしても、うん、で今コロナでしょ、うんうん、でつまりコロナという時を迎えた瞬間に、うん、その才能があればあるほど大きな打撃を受けているってことあるじゃないですか、うん、っていうふうに時がどうなのかっていうことを読むっていうこともここでできます。なるほど、はい、で今度ねその相性じゃあどうやって見ていくのか、はい、一番簡単な相性をちょっと教えますね、はいはい、さあ私が木、はい、でユミリンが火だとしよう、はい、でそしたらどういう相性なのか、うん、それはドンこれです、うん、で水の人にとっては 20、うん、そう、木を中心に考えますね、はい、
木の人は水は二重丸です、はい、木と木は三角、で木が火は 丸、そして土は×で金は××と、これ国されるあそうです、ね、ただしこれをね、××と見るんじゃなくて、はい、相性が全く真逆にあると思ってください、うんね、真逆に、うん、でつまりこの人は、はいね、この人の足りないものを持っている人です、うん、だからこの人からいろいろ教わります、教わるってことそうそう注意を受けたりね、うん、もうこうした方がいいよとか、はいね、こういう関係、うん、というふうに見ていくと、うん、実は全ての人たちがいた方が組織はバランスよくなるんです、うん、あそういうことです、ね、そうただ自分中心にいろいろ物事を考えていくと、はい、常に文句を言われるっていうそういう立場になってきますよ、うんうん、というのがここでわかるんですね、うん、ですからこの場所さえ覚えればいいですこれ、はい、でじゃあここが変わったらどうなのか、うん、例えば水だったらこれ水にすればいいんですよ、はい、でこれモッカドコン水あそうか変わらないそうでこれは変わらないでしょ、はい、っていうふうに見ていけば一番簡単な相性が分かります、うんまあ、こうなっていけばね皆様のこのモッカドコン水が何なのか、うん、そして、皆様の大切な人は何なのかって気になってきますよね、はいはいまあ、こうやってね今ね、うんこの LINE アットに登録どんどんまあ来ているんですけれども、はい、さあではですねこのね五行の位置関係というものがあります、はいはい、でこの五行ではですね実は2種類あって、うん、さっき言ったこの相乗と相克の関係の図ともう一つこの関係があるんです、はい、これ木火土金水という考え方です、うん、さあ今日はですねこのね方位と時間を司る五行についてちょっと話をしていこうかなというのを思っております、はい、さあそれあなたのカズタモを知りたい方は概要欄から LINE アットに登録してくださいね。どんな才能があり、どんな環境を好み、どんな運勢なのか、リミリーヌがお伝えします。